お笑いコンビ、ナインティナインの岡村隆、54、が、19日放送のフジテレビ、爆中問題25中年おめでとうありがとうスペシャル、51、30、に出演。お笑いコンビ、爆笑問題、との関係について語る場面があった。写真、ナインティナイン、岡村隆が当時嫌いだったお笑いコンビ。この日は、ナインティナイン、と、 爆笑問題の4人でトーク。2組の関係について、岡村は今は仲良くやってるけど、昔はそんなに仲良くもなかった、と明かした。すると、ナインティナインの2人が参加していたお笑いユニット、吉本印天然素材について大田光が解雇。天然素材、ですっごい人気になってたんだよ。若い女の子たちにワーキャー言われて、 踊ったり歌ったりやってて、なんだこいつら。って思って、何よお前、アイドル気取りで、お前らやりたいのそれなのか、お笑いがやりたいんじゃねえのかよ、っていうのを、と当時の怒りっぷりを再現した。これに岡村は、一方的にそういうのを番組で言うから、ものすごい攻撃してきて、めちゃくちゃ嫌いやったもん、爆笑問題のこと、と暴露。田中雄二は、 大田に言われた一言を振り返った。当時、99のちっちゃいやつはすげえから、お前があれぐらい動けて、笑いのセンスがあったらどれだけよかっただろう。っていう風に言われてて、超悲しかった、と明かすと岡村は、ちょっと認めてくれてたんですね。そのくせ文句ばっか言うから、とぼやき、笑いを誘っていた。